指紋認証せえへんやんけ言うてリスナーで文句言うて、で1万6000円出したんやん。ほんだら古い旧札やってな。でその前やん、リスナーの前の池田泉州銀行に行ったんやん。地銀やけど、リスナー都銀やけど、池田泉州銀行でも、池田泉州銀行でもまた1万6000円出してみたんやん。んだらやっぱり旧札やねん。新しいお札どこにあんねんおいみたいな。無駄に1万6000円だけ出させんねんな。で手数料取られるわけや。手数料池田泉州も、池田泉州もや、あれやリスナーも。で UFJ がないねんな、地域によってね。すっごい偏んねん UFJ は。ないねん UFJ が。でおそらく UFJ で1万6000円出しても、おそらくね多分旧札やねんもう今。何がお前日本銀行がやで、新札がどうとか言うてるけど、もう財布の中1万6000円とかのバラのお金めっちゃくちゃ溜まってきたよ。もう昨日も何回もやったのにな、1万6000円合意やったのに。まだこんな大阪でもやで、市内じゃなかったら、大阪市内やったらもしかしたらワンチャンあるかなと思うけどやで。なんかなあ、あかん、3時前や。もうあかんな、インド料理は絶対間に合えへんな、この時間だったら。3時ぐらいで確か休憩やからな。もう帰ろか。最近諦めんの早いで、もう。昨日も実はご飯食べに行ってんけど、全然ご飯食べられへん、お昼。ほとんど食べへんかったもんな。うん、今もだからそうやねん、お腹ね、インド料理行かなあかんかったら、お腹すかしいけんかったら食べられへんから全部な。んで、スーパーでアイスクリームだけ買って、アイスクリーム買って食べたら、実はね、アイスクリーム食べたらお腹いっぱいやねんですよ、今。アイスクリームだけでお腹いっぱいなんねんで。カロリーあるからな、アイスクリーム。使えてんねんだから、ほんまにもう、もうこんなんなってくんのやと10年ぐらい経ったらみんなあのおじいちゃんマークつけた車ばっかりになるんやろな。若い子車乗れへんから、若い子車乗れへんからみんなおじいちゃんマークつけた人ばっかりになるんやろ、そのうち。ここもさやねん、実はこのランドクルーザーが行ってるみたいな、プラドやな、行ってるみたいに、ここはね右側よりか左の方が流れが早いね。合流前やねんけど、どっかでスポット入らなあかんねんけどやで。路上駐車があるから。僕は先に入るけどやで。プラドもやれやろ、ほら。ここはもう合法的に来るやねんって。で、入るときもスパッて入ったやねん。スパッて入れ、みたいな。あかん。15分前や。さすがにラストオーダー言うても、無理やろうな。持ち帰りもやってんねんけどな。あったかくなかったらナンが美味しくないねんな。あったかくなかったらナンはね、ちょっと、冷えたらあんまり美味しくない。夕方の6時とか7時ぐらい。
ロマンチック街道の前通って、箕面からあれやな、戻るパターンやな。今日は早帰ったら、猫が気づけへんから、おやつ買ってやらんでも大丈夫やけどな。帰りちょっと3日分ぐらい買っても、また、のんびりと、したいとこやな。今日なんか見たで、ニュースで。静岡やったっけ、 39.5 度とかだってたな。 39.5 度、大雨降ったせいもあるんやろうけどね。39度って体温以上やんかな。干上がってまうでな、ほんまに。えみたいな。あー、黒部な、ラーメン屋で言う黒部。そうやで、かわいそうやけど、運転下手な人前に置いたらやで、単なる障害物やからな。
正確には47分ぐらいけどな。え、違うやん。フィアットちょっと時間ずれてるんじゃこれ。腕時計では6分前や今。新しいプリウスかっこよくないな、なんか。新しいプリウス、あのドルフィンナンチュラアンテナとかつけてるしな、あれな。ドルフィンアンテナかっこ悪いで。僕らの GO シリーズ乗った時についてたな、 GO シリーズとか。いや、ついてたけど、もう今時あのアンテナなんか、車にアンテナつけてる自体が恥ずかしいと思うんだけどな。うん、あかんやあかんな。黒部があかん、黒部ちゃうわ、インド料理があかんかったら、インド料理があかんかったらもう黒部やラーメンきついな。暑いもんな、ラーメンな。もう最近暑いの嫌やもん。もうあのガスも使ってないもん、だから暑いから。ガス使ってないもん、あガスコンロあっても使ってないもんな、全く全く使ってないもん。7キロボンベル2本かなんかつけたけどやで、あの全く使ってないもん。人がよう言うとったな。お昼どこで食べてますのって聞いたら、ロマンチック街道のチャールストンやとかって言って、見て、なんやこらとかってみたいな。あ、英会話これあれやろ、あの信号を右に曲がっていったとかやろ、一戸建ての家かなんか、あの下が崖になったとこの家のとこが英語の学習塾になってるとこやな、俺。ああ、せや。びっくりドンキーでもええけどな。びっくりドンキー、あの、神戸行って以来ぐらいやな。神戸に行った以来ぐらいやけど、びっくりドンキーはやってんで。
2時半までや。2時半やったらもう確実にあかんや。しゃあない、びっくりドンキ行こうか。びっくりドンキ、このね、まっすぐ行って左に緩くカーブすんねんけど、左に緩くカーブする右側にね、確かに自衛隊の基地があったはずやねん。だいぶ前になくなってんけどな、このロマンチック街道は。この辺はまあまあね、マンションとかでも家賃が高いとこやで、この辺は。うん、あ、バーミヤン懐かしいな。バーミヤン懐かしい、ちょうどね、あれや、バーミヤンはあれやで、何、あれ自衛隊の基地がなんか住宅街とマンションになってるよな。バーミヤンはね、伊丹にもあってんな、伊丹の駅のところにもあってんけど、あそこは行ってたけどな、そんなにね、あら、自転車屋にバンダイロジバルの車が止まってんね、バンダイのトラック止まってんで、自転車屋にバンダイのトラックや。産業道路沿いの